これには3通りのね、意味があります。まず第一に、すでにスキルがある分野で勝負すると。すでにね、ずっと仕事でやってた分野だとか、趣味でその分野めちゃくちゃ詳しいとか、コレクションしてたとかですね。そういうジャンルで、勝負をすると。もともとスキルがあるわけですから、これは勝てる可能性が非常に高いです。で、2番目、楽しく取り組めて、努力を必要としない分野で勝負すると。これちょっとね、日本語はもうちょっとわかりやすい日本語ないのかなって感じなんですけど、例えば、毎日10時間それをやれと言われた時ですね、好きでも何でもない退屈なことを、やりたくないことを10時間やらされるのはたまったもんじゃないですね。苦痛です。多くの人はね、会社勤めをそうやって過ごしてるとは思うんですけど、一方、休日の日にね、釣り行くとかゴルフ行くとかね、スキーに行くとか、サイクリングするとか何でもいいんですけど、趣味に取り組む時間、1日10時間、ね、10時間じゃ足んないと、ね、なんなら24時間寝ないで続けたいということに取り組めばですね、これ他の人から見たら、ね、10時間もやんのかよって感じですけど、好きでやってる分にはね、本人好きでやってますから、努力を必要としないと。これはね、大したスキルがなくても、すごい楽しいなと思うことやってたら続くんで、勝てるスキルが身につく可能性が非常に高くて、おすすめです。3番。ね、別にスキルがあるとかね、正しく取り組めるっていうのがなかったとしても、普通にやってみたら簡単に結果が出たと。簡単に結果が出るってことは向いてるんでしょうね。別に、気づいてないスキルがあるのか、好きか嫌いかわかりませんけど、とにかく簡単にやって結果が出たならですね、その分野で、また結果出し続けられる可能性が高いと。で、大した努力をせずに勝てる試合を戦うっていうのは、この3つのうち、どれか。3つとも揃ってればもう最強ですけどね。どれかに該当してれば、稼げる可能性が非常に高くなると。逆に考えると、一つも該当しない分野で勝負するのは無謀だってことですね。スキルがない、全くゼロの分野で、やってても楽しくないことをやってですね、なかなか結果出ないと。それで結果が出たら大したもんですけど、ちょっと普通は難しいと思います。そんなわけでですね、天馬アカデミーのサポートは、この3つの中のどれかに該当するのはどこかというのを、まず見つけてですね、あのやり方で結果出たからそれを続けましょうと。これやってて楽しいですかと。なんか強みはないんですか。強みも何もなければね、普通の人が例えば、マンダラケ行くのにね、電車乗って1時間2時間かけて行くところ、うち隣マンダラケなんですって言ったらね、それはマンダラケにある商品扱うんだったら、行こうと思えば毎日行けるわけですから、たやすいですよね。そういうふうに何か強みを見つけて取り組むようにしていきます。で、自分の強みに自分で気づくっていうのはね、実はなかなか難しいんで、それを、見つけるお手伝いをするというのをサポートの一番の目的にしてますんで、その大した努力をせずに勝てる市場で戦うと。これを意識してですね、取り組んでいただくと、結果が出るのが早いですし、長く、楽しく儲けることが可能になります。そんなわけで、大した努力をせずに勝てる試合を戦う。これは3通りの意味があります。3つとも揃っていれば、最強。1つも該当しない分野で勝負はしない方がいいと。しても無駄ですというのを覚えておいてください。以上、天文アカデミー、堀秀夫でした。